おはようございます、本日3月の27日今回は、ファイナルカットプロ10のちょっと初心者僕みたいな初心者が扱う際に便利になる小技じゃないけどちょっとした小技みたいなのを僕が見つけた小技を紹介したいなと思います。ですね、枠あるじゃないですか、画面のこういう映画とかによくあるこういう枠あるじゃないですか、ここがこうな黒くなってるやつ、あれをつけたいって思うことありませんか？僕はよくあるんですよ。でそれをつけることによって結構動画が品質良くないみたいな、ちょっと思うことがあるんですよ。やっぱだからそういうのをちょっとつけたいなと思ってファイナルカットプロを使ってたんですよ。でもどうやってやるんだろうと思って、で見つけたんですよやり方を。ただ動画一つにしかエフェクトがかけられなくて、どうしよう、これ全部選択するの難しいぞと、なんかいろいろカットしてもう100個ぐらいのカットになっちゃってたんで、後付けする際にはこれ難しいぞと思いまして、多分プロの人はそういうのちゃんとできると思うんですけど、僕みたいな素人がやるにはどうしたらいいかと思いまして、考えたんです。考えた結果今からお見せする方法になりました。じゃあちょっと画面を見ていただきましょう、パソコンの画面を。ではというわけで、やろうと思います。まずねこの動画を編集したいなと思ってるわけですが、ちょっと見てみようか。見てくださいよ、これ何か分かりますか？これですね、宇多田ヒカルさんの去年去年リリースされた桜流しのステッカーなんですよ。っていう感じで、まあちょっと僕の自慢動画みたいなのをこう上げるとしますね。でこの動画に枠をつけたいなって思うことあるじゃないですか。でそういう時にはこのキーイングってところのマスクですね、マスクっていうエフェクトを持ってきてポンってやるとこうなるんですよ。もうこの時点で結構いいじゃないですか。でこれをねこうやって水平にだいたいできてれば、違和感ないと思うんですよ。こんくらいで。であれば違和感ないですね。で、流すと。よし。見てくださいよ。普通だったらこれでいいんです。普通だったらこれでも全然いいんですけど、例えば、何カットもこれ切ってたら、例えばこんな感じで、切ることあるじゃないですか、やっぱり動画を短くするとか編集で面白くしたいなって思った時にこういっぱい切ることあるじゃないですか、こうやって切ることがあると思うんですけど、そういう時にそうだ、マスクで黒縁つけたいなって思った時に、じゃあこれを持ってってほいってやるじゃないですか。でもあと1,2,3,4,7 個のカットにいちいちマスクをしなきゃいけないわけじゃないですか。それってすごいめんどくさいですよね。なんで僕が考えたのはまず白い画像を、例えば Google の画像検索とかで白って検索して、でその白い画像をダウンロードする、白地のもう何もない白だけの画像をダウンロードするんですよ。で
で、それをね、使います。それかなり使えるんですけど、なんで使えるかっていうと、この Final Cut Pro にはレイヤーっていうものがあるんですけど、いまいちちょっと見つけにくいっていうか、あるはずなんですよ。あるはずなんですけど、いまいちどこにあるかがわかんない。ってことで、もうこうなったら、画像ファイルをそこにぶち込んで、レイヤー作っちゃおうと。そういうことです。要するに。で、これ僕のね、ピクチャーの制作素材っていうところに入れてるんですけどね。のホワイト。これですね。これを読み込みます。これ読み込んで、本当にこの Final Cut Pro はかなり重くなります。これは本当に。で、まあ。今、読み込みました。これですね。ホワイト。これを、ここに入れちゃいます。で、これ、覚えておいてほしいのが、上のレイヤーっていうか、この上にあるものが、なんだろう。上に、こうあるじゃないですか。ここのね、ここにあるものが見られます。見られますっていうか、映像になります。で、これは下に隠れてる感じ。これに覆われているんですよ、これが。でですね、どうやって黒にするかっていうと、この白、ホワイトで作った枠に、ほいっと、マスクをつけちゃうんですよ。いいでしょ?で、をつけました。で、そしたらこうなりますよね。なんでか知らないですけど、こうなるんですよ。多分、マスクで、消えてるんだと思うんですけど、そこにこのエフェクトのところにマスクでインバーマスクっていうのがあって、そうするとこうなるんですよ。これチェックを入れるとね、こうなるんですよ。で、このホワイトのカラーバランスっていうか、カラーを露出で全部黒くしちゃいます。黒にしたら、あとは同じように、はい、こんな感じで、どうでしょうか。これで、今度再生すると、あれ。で、再生するじゃないですか。そしたら、上に、これ、何かわかりますか?うるせえ、うるせえ、うるせえ、ちょっとお前さ、しっかりしてくんねえかな。で、こうやって、上にレイヤーを重ねることによって、このホワイトの白地の画像を重ねることでレイヤーを作るんです。で、レイヤーを作ってから、それを元の動画の上に貼っつける。で、上に貼っつけたら、そこの上に貼っつけたレイヤーに、マスクで、マスクのエフェクトをかけると。そういう、なんだろうな、まあ、応用じゃないけど、基本の応用みたいな。多分これきっと全部のカットした動画を選択して、で、マスクをかければ、バッチ OK なのかもしれないんですけど、まあ、僕が考える一番簡単な方法は、これかなって思うんですよ。この、なんだろう、レイヤーの使い方ってのが、やっぱり重要になってくるんじゃないかなと、初心者にとって。で、このホワイトっていうのはかなり使えますから、例えば、なんだろうな。あ、そうだ。例えば、僕の前上げた動画なんですけど、それにもこのホワイトっていうのが何回も何回も登場してるんです。毎回多分登場してると思うんですけど、使い方によってすっごく役に立つんですよ。だからこのホワイトは、ホワイトはかなり重要なんで、まあ試してみたらいいと思います。はい。というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。あ、そうだ。次回の動画のネタはもう決まってて、もう一応撮ってあるんですよ。なので、ちょっとご期待ください。いや、面白いかな?面白くないかな?いやー、ちょっとわかんないですね。